座の第1弾でございますからね。本日最後トリは加藤めぐみさん。今まさに完璧見たな。覚えられ。自分でつけたくせに。第1弾のトリやからね。イエス。
ブラボー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 、今日もボーボーですね。どういうこと？
のにシラフで言ってるとかさ、なんかね、やっぱ言うて、私普段からシラフなんで、ね、他にそんな変えるところないからさ。だからやっぱりね、シラフやろうな、イカれてる人で勝てないイカれてる人逆に私そのね、飲んでやるっていうのにすごい憧れがあって、めっちゃ下戸なので。下戸なの？そう、お酒飲めないんですよ。で、あのもう10代の時からね、音楽やってるんですけど、飲ましたらあかんわ。そう、フッサな、そうやな。そう、フッサっていうね、あの東京のベイブリッジがある、そう、そこで、俺そこで活動してた。あ、そう、言うてましたね。あのね、でね、あのいいよね。そう、あの、そのね、ベイブリッジのあるあたりでずっと活動してて、もうそこら辺のカレー屋さんとか喫茶店とかで、カトメグちゃんもそうやったん？そうです、そうです。あれやってたらいいんや。でも昼も夜もいつもこうね、ブルースライブとかやってるようなところで。そうそう、いいよね、日本のニューオーリンズみたいな。そうそうそう、米軍がいっぱい歩いて、もう全部ライブ場やねんね。そう、でも本当国籍もバラバラやし、もうでも老若男女みんな酒かっくらって音楽やってるような連中ばっかりやったんで、私も大人になったらああなんねんだと思ったら、これっぽっちもならへんから。全然ならんかった。あそこあれやもんな、ブルーハーツ、あのギターの人がよく活動してた。そう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 、ブルーハーツの方とか、あの離れ組のね、直美さんとかもよく。すごい若いやね。そうなんです、いい街なんです。ちょっと酒かくらったおかしい人がいっぱいいるんですよね。あ、しゃぶちゅうもいな。そうそうそう。そうなんですよ、あのうちのお姉ちゃんがね、イギリスに住んでたことがさ、あったんですけどね、イギリスの、あ、元気です元気です、イギリスのダウンタウンと同じ匂いがするって言ってました。同じ匂いがするわと思って言ってました。しみるオリジナルということで、まあ、もう夏ですしね、ホタルの曲を一曲やろうかなと。ホタル。月に照らされ、風に抱かれ、水面に姿を映し、短し命燃え尽きるまで淡く浴衣美人。
もう泣くねんあれは。めっちゃ写真撮られてましたもん。アホやろお前ちょ。え、泣いてる人もずっとこうやって。悪い人やで。手をギュッとするとかあれ弱い。想像しちゃったんですね。想像しちゃったのね。あそこもやばいな。想像力豊かだから。想像しちゃったのね。俺今あそこで大体泣いてる。小さい手がね、ギュッとね。あれ弱いよ。しちゃったわ。今日ずっと泣いてるわ。今日はそういう日ですから。そういう日な。そう、そういう日ですからいいと思いますよ。いかに俺がキモいかっていうね。大きいってな。キモ。いかに俺がキモいか。じゃあそれね、じゃあ今日はしみる曲でマスターがいっぱい泣いたという曲で最後は涙にまつわる曲でね。お。くしゃくしゃという曲を歌って終わりにしたいと思います。バラードなんだけど、バラードじゃ、せっかく最後だからバラードじゃなくてちょっとチャカチャカといこうかな。本日は誠にありがとうございました。